ポストさんは霊気の使いまではなく霊気そのものだったのです。体内の奥深くにあったコアを破壊しなくても霊気を倒せる。でもその方法は、ナオフミ様は辛い選択を迫られてしまいます。俺が動けなくなった後は頼む。次回盾の勇者の成り上がりシーズン2第6話、追空。ポストさん、あなたはもうナオフミ様と私たちにとって大切な仲間なんですよ。